野田洋次郎は、日本のシンガーソングライター、ミュージシャン、俳優。ロックバンド、ラトウィンプスのボーカル、ギター、キーボード担当であり、ほとんどの曲で作詞、作曲を手掛ける。ソロ活動の名義は、リアン。東京都出身。身長180センチメートル。血液型は、A 型。慶応義塾大学環境情報学部中隊。 東京都の日赤病院で生まれる。家族構成は大企業に勤めるサラリーマンの父、ピアノの講師だった母、2ロッキーという名の犬を飼っていた。両親ともに音楽に造形が深く、家にも様々な楽器があり幼少期から慣れ親しんでいた。春高幼稚園に通っていたが、卒園まで残り3ヶ月という時にアメリカ合衆国テネシー州のナッシュビルに引っ越した。 小学校は、スケールズエレメンタリースクールに2年間通った後、家族がカリフォルニア州、ロサンゼルスに引っ越したのに伴って、ソレアードエレメンタリースクールに転校。その3ヶ月後、本来行くはずであった、自宅近くのシルバーシュプールエレメンタリースクールに、定員が1人空いたため再び転校。10歳の時に、日本に帰国し、世田が役立桜ヶ丘小学校に転入した。 小学5年生の時に歌を弾き始める。その後は、慶応義塾湘南藤沢中等部と、桐院学園中学校を受験し、合格した桐院学園中学校に進学。部活動はバスケットボール部だった。引きこもりロリンの歌詞にもその名前が登場している。人物は、中学校時代のお気に入りの教師である。また、中学、高校の友人に、 第99代内閣総理大臣、菅義偉の息子がおり、数少ない楽器仲間の一人でもあった。その後、東院学園高等学校に進むと、別の高校に通っていた、桑原明と出会い、ラットウィンプスが結成された。しかし、高校では友達ができず、桑原の地元の高校の制服を借りてそのまま他校の授業を受けるなどしていた。高校卒業後は、 慶応義塾大学環境情報学部に進学するも中退している。ファンやメンバーなどからは幼次郎と呼ばれることが多い。野田が作詞したララバンの歌詞では自身のことを幼次郎と表記している。俳優松田龍平とは信仰が深く松田が主演を務めた映画泣き虫初坦の奇跡では共演を果たしている。2008年にはチャラに ラブラドール、2015年には、離れ組に、お愛子。2016年には、エメに、蝶々結び、さゆりに、ふられがいがある。2017年には、アデューに、ナラタージュなどを楽曲提供、プロデュース。2012年、ソロプロジェクト、リアンとしての活動を発表。2015年5月、初のエッセイ本、ラリルレロンを発売。2015年6月、 映画、トイレのピエタで主演を務め、俳優デビューを果たし、第39回日本アカデミー賞、新人賞、第70回毎日映画コンクール、スポニチグランプリ新人賞を受賞。2016年9月、自主映画のコンペティション、PFF アワード2016に最終審査員として参加。2017年2月、六本木歌舞伎、ザトウシの第二幕。 第2話の歌詞を担当。2017年4月、テレビ東京、100万円の女たちで、ドラマ初出演にして主演。2020年3月スタートの NHK 連続テレビ小説、エールに、作曲家、小柄市正人役で出演。4人組ロックバンド、ラットウィンプスのボーカル、ギターを担当し、ほぼ全ての楽曲の作詞、作曲も務めている。 また、ソロプロジェクト、リアンとしての活動も行っている。ベース、ドラム、バイオリン、ピアノ、キーボード、シンセサイザーも演奏できる。ノエル・ギャラガーの影響が強く、これまでも、ギブソン ES-335 なども使用。ギターに触り始めたのは、小学5年生で、木村拓也の演奏する、夜空の向こうを見たのがきっかけ。フルやケンジなどにも影響を受けており、 当人とは、ロッキン ON ジャパン2007年9月号増刊で、対談している。歌詞に英語が多く登場するが、英語が単紅な理由は、英語を喋らざるを得ないような環境にいたからと、本人は語っている。また、野田本人も敬愛する、ミスター・チルドレンの桜井和都氏は、ラッドウィンプスのデビュー前にデモを聴かせてもらい、ほとんどの楽曲が、 英語詞だった中に一曲だけあった日本語詞の楽曲がとてもよく、それをラットウィンプスの所属事務所社長に伝えたという。桜井はその後バンクバンドとしてウシンドンをカバーしている。2020年7月26日に自身の公式ツイッターにて藤井聡太が史上最年少で第91期ヒューリック杯規制戦五番勝負において タイトルを獲得した件について言及。それに続けてツイートした内容が優勢しそうとも取れる発言と批判の声が殺到。乙武弘忠も自身のツイッターにて苦言を呈した。その後のツイートで上記の発言は冗談である旨を付け加えていたが、さらなる批判を招くこととなった。2021年7月8日に自身の公式ツイッターにて、 自身のバンドであるラッドウィンクスも出演予定であったロックインジャパンフェスティバル2021の開催中止に関してコメントを投稿個人的な意見としてふざけんなという気持ちであると本音をとろしたさらに緊急事態宣言発令下におけるオリンピック・パラリンピックの開催に関してウイルスに殺されるか経済的に殺されるかと政府の対応に疑問を呈し ここまで明らかで大きな矛盾の上で僕たちはどう生きたらいいのでしょうか。いい加減、違うことは違うと声を上げていい時だと思うと述べた。一方、7月10日にまん延防止等重点措置が適用される東京で明け方まで誕生パーティーをしていたと各種メディアで報じられ自身の主張との矛盾を批判された。リアンは2012年に活動開始を発表した野田のソロプロジェクト。 東北地方太平洋沖地震をきっかけに始めたもので震災という出来事で感じたあのもどかしさ眠れなさあの心臓のバクバク失われたたくさんのものやがて忘れてしまうだろうあの瞬間をどうしたらいいかわからなくてひたすらスタジオに入って曲に閉じ込めたのがリアンですオフな自分で本当は人に見せるべきものじゃないかもしれないけどたくさんの人に聞いてもらえて 幸せと語っている。2013年に1枚目のアルバム、ウブをリリースした。同作は、イギリス、アイルランド、日本、フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、ポーランド、台湾で発売された。野田によると、海外での音楽活動は、野田自身の夢であり、それは、ラットウィンプスとしての夢ではないとしている。2013年3月17日には、 イギリス・ロンドンにてリアンとしての初ライブを開催した。日本国内では同年5月11日5月12日の野外フェス東京ロックス2013への出演が初のライブパフォーマンスとなる予定だったが東京ロックス2013は運営事務局内での問題によって開催中止となったため2016年7月22日の 富士ロックフェスティバル16への出演が日本での初パフォーマンスとなった。2013年3月17日にリアンとしての初ライブをロンドンシェパーズブッシュエンパイアでまた2日後の3月19日にはドイツハンブルクで2度目のライブを行った。同年5月12日のロックフェス東京ロックス2013への出演も決定していたが3月31日に 開催中止となった。2016年7月、フェス、フジロックフェスティバル16に出演。日本でライブを行うのは、これが、初めてとなる。また、7月25日に、東京、新規バスタジオコースと、27日に、大阪、ゼップナンバにて、リアン、ジャパンツアー2016開催。2018年、中国の北京と上海で行われる、ライブイベント、 ストロベリーミュージックフェスティバル2018に出演。4月29日に北京、5月1日に上海のメインステージとなるストロベリーステージに登場。ドラマナレーションドキュメンタリーその他、ありがとうございます。